感染の拡大が続く中、診療所でも連日、新型コロナウイルスの検査を希望する人の対応に追われています。新潟市の診療所では、希望者が車に乗った状態で検査をするなど、感染拡大防止に努めながら、検査と診療を進めています。江南区の内科院です。入り口には紙が何枚も貼られています。発熱や咳など症状がある人は中に直接入らないよう強く呼びかけています。こちらの診療所ではオミクロン株の感染が拡大して以降、検査の希望者が3倍ほどに増えています。2人3人ぐらいだったのが、5、6人もしくはそれ以上と。今日午前には2人が検査を受けましたが、その場所は唾液を2cc 貯めていただいて、でこれはこのまた袋の中に入れていただいて、チャップをしっかり閉めてもらって、鼻だけ出るようにマスクをしてもらっていいですか。うん、いいですか。鼻の奥行きますよ。本当に怪しい人は駐車場の車の中で、我々が防護具を着て、診察をして対応するというふうにしてますし、車内で検査を行うことで一般診療の患者との接触を避けると同時に、検査の時間を午前と午後1日2回として一般診療との両立を図っています。車での検査というのは今日だけでも何件くらい。そうですね、多くて5件ぐらいですね。スタッフの人数とか他の診療とかの合間にやってますので、はい、それぐらいの数しかできませんね。診療所で働く看護師は常勤と非常勤を合わせて3名。1日に60人から70人の一般診療を行うほか、3回目のワクチン接種も始まる中、行える検査は1日5、6件が限度だといいます。抗原検査の結果だけ出ましたのでお伝えしますけども、抗原検査の結果は陰性でした。PCR 検査の結果はまた明日午前中ということになりますので、はい、また結果で次第ご連絡差し上げます。そして対応に追われる診療所の中での感染を防ぐためにも、横田院長は発熱などの症状がある人は事前に電話連絡をしてほしいと訴えています。電話でいろいろその症状があるということとともにですね、その接触とか濃厚接触の可能性があるかとか、その辺の情報も欲しいので、問診はその電話でしっかりした上で対応方法を決めてますので、事前に電話をしていただくことが基本となっていると思います。各診療所が最大限対応していますが、感染の拡大により診療機関や検査機関が逼迫することも懸念されています。そこで厚生労働省は各自治体の判断で対応するよう新たな指針を示しました。まずこちらです。診療検査機関の受診までに時間がかかる状況になった場合、症状があっても重症化のリスクが低いと考えられる人は自身で検査キットを使い検査をした上で医療機関を受診すること、また外来の逼迫が想定される場合ですが、症状が軽く重症化リスクの低い人は自らが検査した結果を行政に連絡し、医療機関の受診なしに健康観察に入ること。こうした方針に対して県は現在対応を検討しているということです。一方、今日お話を聞いた横田院長は、医院への負担が減ることは助かるが、現状薬局で売っている抗原キットも不足していると聞いている、課題もありそうだと話していました。